アミリ・バラカは、アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークー生まれの詩人、作家、音楽評論家、思想家、活動家。バラカのキャリアは50年以上に及び、彼のテーマは、黒人解放から白人人種差別まで多岐にわたった。ピーター・バラカンは、彼の著書、ブルース・ピープルを紹介し、バラカがインテリすぎて難解だが、黒人音楽の歴史がよくわかる本と評価している。 彼の著書には、ブルースピープル、音楽、ジャズとブルースの反射、僧侶の本、新しい音楽、新しい歌などがあり、社会や音楽に関する書籍が多いバラカ、エスポエトリーライティングハブ。バラカの詩と執筆は、高い評価と批判の両方を集めてきた。アフリカ系アメリカ人のコミュニティでは、バラカをジェームズ・ボールドウィンと比較し、彼を彼の世代で、最も尊敬され、 最も広く出版されている黒人作家の一人として認めている人もいる。一方、彼の作品はミソジニーや同性愛犬をの表現であると批判する者も,もいる。バラカの儀曲、死、エッセイはアフリカ系アメリカ人の文化を定義するテキストを構成した。また、彼はビトニクスたちの本を出版したこともある。バラカは2014年に79歳で死去した。 ありがとうございます。